アイテム番号 SCP-368JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-368JP 1は壁から切り出した状態でサイト8173の低危険中型オブジェクト収容室に保管してください。 SCP-368JP 2から5はサイト8173の低危険物収容ロッカーに保管してください。 SCP-368JP 2から5に関する実験を行う場合、 SCP-368JP 2から5に暴露した際、早急に SCP-368JP 1を実験担当者が確認できる状態に保ってください。説明。SCP-368JP は埼玉県市にある芸術家、市が入居していたアパートの207号室の壁に刻まれた認識災害を引き起こす文字及び207号室内から回収された4つの作品。それぞれ SCP-368JP-1 から5と分類です。SCP-368JP 個体はそれぞれ題名が付けられており、題名に対応した認識災害を示します。この認識災害に暴露した場合、どのような手段を用いても取り除くことは不可能ですが、SCP-368JP-1 に暴露させることで無力化できます。SCP-368JP 個体 SCP-368JP-1 題名、後悔。形状の207号室の壁に刃物で刻まれた後悔の2文字。保有する異常性、被験者が受けた SCP-368JP-2 から6の影響の無力化。単体だと異常性はなし。SCP-368JP 個体 SCP-368JP-2 題名、望郷。形状、灰色の砂漠の中央で黒い未知の爬虫類が空を見上げている絵画。保有する異常性、被験者はあそこに帰らなければならないという衝動を植え付けられるが、どこに帰るのかと尋ねられると混乱して答えられない。SCP-368JP 個体 SCP-368JP-3 題名、落雷。形状、大理石製の2本の腕が絡み合い、水滴型の水晶を持ち上げている形状の彫刻。保有する異常性、被験者は総じて深い悲しみを感じると答える。実験の結果、 80% の被験者が涙を流した。SCP-368JP 個体 SCP-368JP-4 題名、解雇。形状、破り取られた2枚のノートのページに綴られた楽譜。保有する異常性、演奏を聞いた被験者は、昔聞いたことがある気がすると主張し、被験者が忘れていた出来事を想起させる。SCP-368JP 個体 SCP-368JP-5 題名、破顔。形状、顔面に油性インクでスマイリーフェイスが書き加えられた女性のマネキン。橙色の包帯を全身に巻きつけている。保有する異常性、被験者は気分が高揚し、ほとんどの被験者が自然と笑顔になる。SCP-368JP は2009年6月1日にアパートの大家が家賃の回収に赴いた際に SCP-368JP-3 に暴露し、大声で泣き叫んでいるのを不審に思った住人の警察への通報から現地の調査に訪れたエージェントが回収し、その際 SCP-368JP の性質も明らかになりました。SCP-368JP の作成者と思われる。市は地域では有名な芸術家であり、多岐にわたる作品の分野と人間性の強い感情を意識した作風が評価されています。人柄については知人や近隣住民から、優しくて正義感の強い人だった、と証言されています。
詩の過去の作品の調査の結果異常性は確認できませんでしたが、SCP-368-JP の前の作品が1年前のものであり、外出することが少なくなっていたこと等からスランプに陥っていたと思われます。また、207号室からの回収文書からその1年の間に要注意団体、Are we cool yet?からの接触があったと推測されています。財団による調査の結果、死は自宅から 8km 先の崖の下で死亡していることが確認されました。周辺状況から、自殺だと断定されています。以下は207号室内で回収された文書です。この文書は SCP-368-JP1 の下にナイフで留められていました。完成された芸術とは、どんなものなのだろうか。現実の風景をそのままに切り抜いたかのような絵画は完成された芸術だろうか。社会に反抗し重圧を恐れずに姿なき敵を攻撃する文学は完成された芸術だろうか。私は、そうは思わない。私の考える完成された芸術とは、人々の感情を揺り動かすような、言葉も思想も宗教も超えて感動を与えるような、一種の奇跡。そういったものが完成された芸術だと私は考える。芸術は特定の分野に縛られる必要はない。人が、自身の信じる形を創造の大地から掘り出したなら、それは音楽であれ、文章であれ、絵画であれ、芸術なのだろう。私が作りたい。芸術は、人を惑わすものではない。私は、私が作品に込めた感情を感じ取ってほしいのだ。こんなものは、私の望む芸術ではない。彼らの手段も、誰かに感情を伝えるための一つの方法なのだろう。だが、私はそれを、たった一つの残された方法だとは思わない。冴えたやり方とも思わない。私は、彼らの力を美しいとは思わない。私は私の芸術を信じる。作品の本質を理解もされないまま。ただ感情を操作するのは感情の表現によって、人の心を動かしたとは言えないだろう。私の今までの作品の中で最も恥ずべき者たち。しかし、それでも私の子供であり、作品であることに変わりはない。私には自身の子供を殺すことはできない。せめてもの償いに、彼らが残した力を借りて、私はこれを作った。私の、最後の、作品として。クール、でない私は、それこそ彼らの求める人材ではないだろう。私は、芸術を完成させられただろうか？私は、私だけの力で誰かの心を動かせただろうか？私は、Are you really cool？私はそうだとは思えない。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。